はい、資料化チャンネルでございます。本日ご紹介する商品はこちらになります。ドリーマンさんからですね、発売されております。キャッティーマン、という、まあ、猫のですね、方の、ドリーマンさんがね、こちら、まあ、キャッティーマンということで、出しております。こちらね、じゃれ猫、フリフリ三昧単語というですね、まあ、猫じゃらしですね。まあ、簡単に言えば。はい。これね、何がいいかと言いますと、こう、ダブルでついてるんですね、これね。前と後ろとね、こう、両方ついてるという、このなんかね、すごい。で、中にこのね、まあ、こういう棒になってましてね。これなんか紐がね、両方にこう入ってるようですね、これね。はい。で、まあ、これ両方でこう引っ張って、どっちでもこう、まあね、長さで遊べるという、こう、なんか平行にして遊んだり、どっちもね、遊んだりとか、いうような感じのね、まあ、ね、猫じゃらしですね、これね。釣り竿タイプ、スティックタイプ、天秤タイプとね、こう、まあ、3通りのね、こう遊び方があるということで、今回買ってきました。というのもね、一番ね、今遊んでるのがね、こっちなんですね、これね。これ、まあ、江南さんで売ってます、猫じゃらしなんですけど、これね、結構安い割にはね、ものすごく気に入って使ってましてね、もうほとんどこればっかりなんですね、なんか、もう。他のやつも遊ぶんですけど、どちらかというとね、もうこれメイン。このネズミメイン。これがなんか大好きなようで、はい。もうこれでずっと遊んでます。で、まあ、今回ですね、まあ、ちょっとね、趣向を変えまして、この羽ね、なんかこういう羽、まあどうかなと思いまして、買ってきました。買ってきましたね。あとこちらまあネズミね。なんか白いネズミついてますんで、結構リアルですね、これね、白で。なんかちょっとハムスターっぽくでね、これ。まあ見ていただいたら分かる通り。こんな感じですね。なんかね、もう完全にハムスターですね。はい。なんかもう結構ね、毛並みもこれ気持ちいいですね。これ触り心地がすごく良くて。まあ、多分ね、喜ぶと思うんですけどもね。はい。まあ、ということで、これね、まあ、値段の方は、まあ、340円で、こちらね、シール貼ってます通り。まあ、この値段で売っております。まあ、両タイプですんでね、まあ、考えたら、まあ、そんなに高くないかな、っていう形で思っております。まあ、ドリーマン林さんですね、こちらね。まあ、このメーカーで、はい。売っておりますのでね。まあ、これ、普通のペットショップでね、買いました。ペットンさんでね、今日買いましたので、まあ、結構、両方あって、これ、珍しいなと思ってね、買いました。これもなんかちょっとね、なんかもうリアルだなっていうのと、これ羽がね、こう、ぼわっとついてるのとね、こう、まあどうかなと、こんだけ喜ぶかなっていう感じでね、まあ今回ちょっとね、試してみようかなと思っております。というわけで、ちょっとですね、袋の方ですね、これ開けてみましょうね。はい。じゃあちょっとね、もうそのまま開けましょう。はい。タイプ的にどうなんでしょうね、こんな感じ。お、紐がなんかね、結構長いですね。思った以上に長いですね、紐ね。はい、もうなんかね、猫さんが来ています。横でなんか待っております。もう、早く遊んでくれって感じでね。もうすでに待っております。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、マシューさん、ちょっと待ってくださいね。なんかもうすごくこう興味津々で。意外とね、こういうのじゃなくてもね、こんなんでもね、十分遊ぶんですよね。まあ、ぶっちゃけ言うとね、こういうのでも全然十分なんですよね、猫さんの場合って。こんなんで十分遊ぶんですよね。はい、はい、今猫のであげました。はい、遊んでおります。かなり遊んでおります、真剣に。はい、ですね、中身こんな感じになっております。ちょっとね、見ていただいたら分かる通り、まあ、棒がこういう感じになってて、これでね、シューッとこう引っ張れば、こんな感じでね、なります。分かりますかね。ちょっとね、画面のあれがね、なかなかちょっとね、入らないですね。まあ、こういう感じでシューッとやったら、ここ戻ってくる。紐がね、なんかこんな感じになってます。紐がね、ダブルでね。わかりにくいですかね。こういう感じです。なんか紐がね、こんな感じになってます。これね、これなんか、これ真ん中のストローみたいなやつね、筒なってるんでね、これね、これがね、こんな感じでね、筒なってまして、で、こう引っ張ってね、こうずっとこう、ね、まあ、こうなってたら、このね、ネズミのところを引っ張れば、こうスッとね、こういう感じになっております。じゃあちょっとね、早速、ちょっと遊んでみましょうかね。猫さんでね、これでね、遊んでみましょう。おい。来ました、来ました、来ました、来ました。来ましたね。遊んでおりますね。はい、はい、遊んでますね。じゃあこっち行ってみましょうかね。こっちの方ね。こっちどうだったんですか。こっちどうだった。あ、こ
こっちの方がいいかもしれない。なんか、あ、なんかこっちの方がなんか興味あるみたい。両方だけどどうだろう。どっちで遊ぶかな。これでこうやったら分かるかな。どっちで遊ぶか。どっちでしょう。どっち来るかな。あ、来た。え、終わり。え、終わり。はい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 。はい、遊んでまーす。はい、いい感じで遊んでますね。ああ、なんか結構興味あるみたいですね。あ、やっぱりこういうの好きなんでしょうね。結構ね。っていうかもう無理くり遊んでましてますけど。無理くり遊ばしてます。あ、結構なんか好きみたいですね。はい。逆ちょっとやってみましょうね。逆ね。逆どうでしょう。あ、なんかこっちの方がね、なんか激しい。あ、こっちの方が激しい。やっぱりリアルなんだ、こっちの方が。ネズミでリアルなんだ、これ。はい。ま、こういう、というわけでですね、こちら、かなり遊んでます。なんか、いい感じですね、これね。なんか、結構買ったんですけどね、いろいろと失敗しましてね、結局のところですね、一番いいのが、これなんですね。あ、でも、あ、遊んでる遊んでる。あ、すげえすげえ。こっちでもね、遊ぶんですけど、多分ね、こっちの方がね、興味あると思いますよ。ほら、ほら、動きが違う、もう。もう追いかけ方がね、全然違いますね。はい、もう、すごいです、すごいです。すごいです。はい。はいはい。まあ、さっきのね、さっきのね、猫じゃらしはね、何度かね、動画でアップしてますんでね、また見ていただいたら分かるんで、かなりね、この猫じゃらしはもう、だいぶ好きで、もう、べったりついて遊んでましたけど、次あれに変わるかもしれないですね、ひょっとしたら。なんか結構興味ね、示してますね、これね。はい、遊んでますね。だいぶ興味があるみたいですね。はい。というわけでこちらですね、ドリーマー林さんのですね、商品です。キャッティーマンの、あれになります。ブランドになります。こちらですね、じゃれ猫、ふりふり三昧単語、こちらね、遊び方3種類。今日はどれにするっていう感じのね、猫じゃらしのですね、商品のレビューでした。はい、ありがとうございます。チャンネル登録の方ですね、またよろしくお願いします。チャンネル登録ボタンですね、押していただければ、チャンネル登録できますのでね、うちのね、アメリカンショートヘアのですね、マシューのですね、こちらのね、動画とか、あと、まあ、こういった商品のですね、商品レビューと、させていただいて、まあ、ぜひですね、参考にしていただいたらいいかな、ということで、随時ですね、アップしておりますので、また、見ていただけましたら、嬉しい限りです。はい、ご視聴ありがとうございました。